もう無理だったりする？みたいだね。今夜祭壇への道でまた会おう。なんだ？
リンのピアノがないと寂しいもんだな。今日は悪夢もきつくなりそうだ。先輩たちマジ調子悪そうっすね。トビーだけ何もないのか。俺は悪夢とか見たことないっすね。毎晩超快眠っすよ。殴りたくなるほどのいい笑顔だな、トビー。あ、わかります。実はエリカさんと今度。あー、とにかく今は飲もうぜ。今日は酒が回るな。 You got a mail。 安全な場所にいるんだろ。それなら安心か。そうだな。残る問題はお前の方だな。浮気した子の方はどうすんだ。向こうは浮気と思ってないんだろ。ひどいことしてるよな俺。けど俺のせいだし、逃げたりごまかす気はねえ。さすがっす先輩。明日浮気してた子の方にちゃんと別れを告げるつもりだから。綺麗な身になってからキャサリンに。そのうまくいくよきっと。ああ、ありがとう。あの悪夢どんなんだっけな。ふふん、先輩見ました？あそこにあるゲームのランキング。なんでお前が偉そうなんだよ。何何？今のトップ俺なんだ。うマジかよ。絶対抜いてやるかんな。先輩たちハマってるみたいっすね。まあな。疲れましたよ。事件とは別である女性を取材してきたんです。彼女は妊娠しているんですが、お腹の子の父親ではない男と結婚するようです。もちろん男には事実を明かさずにね。
ジかよ。ねえ、ですがよくあることだそうで、妊娠したけれど誰の子かわからないそうです。父親候補の男の中で最も人がよく鈍感な男に白羽の矢を立てたということでした。結婚相手は自分の子供と信じてせっせと養うわけです。知らない方が幸せでしょうね。けどなんか納得いかねえな。どんなカップルでも恋愛における全ての感情は時間とともに低下するらしいです。ある説では恋愛とは酒やタバコへの常用性と似て、同じ量では刺激を得にくくなる。つまりお熱いのは最初だけ。これ本当です。見せてしまったわね。あれさ、本当にいいのか？あいつのこと好きなんだろ？愛し合ってるから何も問題ないなんて年は過ぎたでしょ。あなたも。でもさ、あの人ね、養子なのよ。育てられた義理を果たすってずっと頑張ってきたの。重圧に耐えてずっと戦ってきたの。かわいそうな人なのよ。結婚できないことも、いつか他の人のものになることも最初から分かってたから、その日が来ただけ。なんつうか、元気出してくれよ。優しくしないで。 You got a mail。マーサに用かしら？ねえ、あなたって許せないのは政治家の不正よね。いいえ、物価の上昇よね。取材したバレエダンサーを知っていて、それはミス・アンナの親友だったと知っていて、ミス・アンナを泣き止ませたのはミスター・ダニエルだと知っていて。そっか。今朝はミスター・アーチーが死んだわね。今朝はミスター・モーガンが死んだわね。え？解放の時まであと2日ね。キャサリン、何？ああ、昼間はごめん。わけわかんないこと聞いて。ねえ、本当に大丈夫なの？なんか起きてんじゃないの？私に迷惑だろうとか、そういうの余計だからね。
とやっぱり何か起きてたってこと？ごめん、はっきり言わなくて。関係ない君を巻き込めないと思ったし。関係なくないでしょ。キャサリン、お腹に赤ちゃんいるのよ。なんで一言なのよ。そんなつもりじゃ。本当に片付いたのよね。ああ、もう心配ない。そう、わかった。じゃあこの話は終わり。疲れてるの、もう寝るから。おやすみなさい。結婚とは一人が二人になることです。これ本当です。他人の人生を抱えるのは大変難しく大変怖いことですね。なんかの間違いで振り込みされてるわけねえよな。暇だったな。私からもリーに連絡したわ。家を飛び出した時記憶戻ってたんだって。だから実家に帰るみたい。リーにどうしてんのかな。まあ電話では平気そうだったし。あんたたちも元気出してね。全員揃って悪夢の話とか心配になっちゃうわ。本気にするなよ。夢なんかいつだっておかしなもんだろ。けどニュース見た？今朝亡くなったお客さんがいるみたいでさ。いい人だったんだけど。ねえ、あの事件まだこれからどんどん。とにかく心配しなくていいって。うん、リンってなんだか不思議な子だったわね。浮世離れしてるのかなって思ったら急に鋭いことを言ってきたり、どのタイプにも属さない可能性を感じる子だったわ。今頃家族とうまくやってんのかな。きっと大丈夫よ。じゃなきゃあんないい子に育たないでしょ。いなくなったのは寂しいけど永遠の別れってわけじゃないし。またフラッと帰ってきたら笑顔で迎えてあげてね。ちょっと出てくる。すぐ戻っから。ジョニー、ヤバくないか。あいつ自分のことは隠すからな。でもジョニー先輩ってかっけえっすよね。下が仕事ミスっても最後まできっちりフォローしてくれるんすよ。だから損してんだろ。何でも適当でいいのにさ。俺が女だったらジョニー先輩一択っすよ。おうおう、ジョニーに言ってやれ。給料減らされるから。けど夢でひどい目にあったからってそれで体くたびれるとかあんすか。だって起きたら足が筋肉痛になってるとか絶対ないっしょ。あー、殴りて。電話か。おっと、あの子か。もしもし、ヴィンセント。ああメールしてたらさ、我慢できなくなっちゃった。映画っていうか初デート超楽しみなんですけど。何？ヴィンセント疲れてる？いや、あんま寝てなくて。お仕事？それともなんか別の理由？いや、そんなんじゃ。たまにはお休み取っちゃいなよ。っていうか、そうだ、会社に行けなくなっちゃえばよくない？え？そしたら私ずーっとヴィンセントん家にいてあげるよ。あー、でもそしたらデートも行けなくなっちゃうか。じゃ待てって。じゃあおやすみ、ヴィンセント。
ジョニー先輩も疲れてるみたいだし、ちょっと心配っす。よし。何かあった？そんな顔してる。ヴィンセント？別に誰でもいいんでしょ、知ってるし。けど他の女に取られるのはちょっと。ヴィンセント？ねえ、まだ準備？映画でしょ、ショッピングでしょ。あー、もう時間足りない。選ぶ権利なんてないでしょう。ヴィンセント、ヴィンセント、答えはもう決まってるでしょ。ヴィンセント、迷う必要なんてないよね。違う女のとこに行ったら死んじゃうかも。
でくれたら。続報をお伝えします。本日遺体で発見されたのはニコラス・クラークさん29歳。ひでえ事件だな。アーチー・ウォレスさん28歳。アーチー、おやアーチーさん、なんという、これも怪死事件ってやつなんでしょうか。モーガン・コルデスさん42歳。モーガン、いやいや今モーガン・コルテスって言ってました。なんとうちにいらしてた巡査じゃありませんか。ケビン・テイラーさん31歳。以上の方々です。第15エリアウェザーアナウンスの後は報道特集です。石油王バーレル氏の長男が人気ゲームの基盤と筐体を500セット購入し、ヴィンセントさんもまだ悪夢を見てる口？ああ、てか、なんで思い出せねえんだ。毎晩だってのに。今の世の中、マリッジブルーは女性だけじゃないらしいですからな。男は女に全てを与えようと求む。だがその通りにされると今度は重荷に苦しむ。確か、誰かの言葉です。そういうのは、もう関係ない。分かったんだ。俺はキャサリンにそばにいてほしい。だからあとはけじめをつけるだけだ。良い結果につながるといいですな。それにしてもあのスティーブの声、どっかで聞いたんだ。そろそろ帰るとしますよ。では失礼。いつも突然訪れるもの、惜しむくらいがちょうどいいのかもしれませんな。まあ私もリンちゃんがいなくなってヒゲがしなしななんですけど、やべ、もうこんな時間か。あの子と別れたらちゃんと彼女のことだけ考えないとな。おい、ヴィンセント、俺ら帰るからさ。なんだ、そうか。じゃあ気をつけて帰れな。進むべき道は見えたんだろ。だったらおいでよ、夢の中へ。え、今なんか。
なんで君がここにいるんだよ。ねえ、ヴィンセントってさ、浮気とかしたことある？え？いや、あの…あるはずないね。ヴィンセントだもん。私、前にそうなっちゃったことあって…でも、今はヴィンセント一人だから。いや、なんていうか…こんな気持ちになったの、すごく不思議なの。わかる？わけわかんないこと言ってるね、私。明日のデートが楽しみで浮かれちゃったかも。あのさ、ちゃんとしたデート初めてだもんね。なあ、実は大事な…なあ、聞いてくれ。ついてる。ちょっとしょっぱい？本番はもっと上手にするからね。キャサリン、どうかした？あ、いや、カップケーキさ。高校の時バザーに出すってみんなで作ったのを思い出したんだ。みんな分量も適当だから失敗ばっかだったけど、一番うまかったのはやっぱり…やめろって。ごめん。どうして私のことちゃんと見てくれないの？急にどうしたんだ？帰る。明日ちゃんと話そう。あそこのゲームって他で見たことある？ラプンツェルってやつ。いや、ないな。やっぱり？かなり古いゲームらしくてさ、お客さんが珍しがって遊ぶんだよね。こないだなんかオーランドとジョニーが二人で遊んでてさ、途中でお前のせいでミスったとかって喧嘩してやんの。ああいうのに夢中になる男ってやっぱ子供よね。ゲームに夢中になるのは男だけじゃないだろう。夢中になり方が違うんだって。あ、けどトビーはすぐやめてたな。意味わかんないっすとか言って。トビーの方が大人だよね。トビー？大人ぶってるだけです。ねえ、あんたまだ帰んないの？私この後あるんだけど。この後だ？頭の中整理したいからさ、ちょっと落ち着きたいんだ。リンのことは私がフォローしとくからさ、あんたはちゃんとけじめつけなさいよ。ああ、分かってる。じゃあ、またな。聖なる回廊だ。いよいよカテドラルへの道が始まる。ここでは真の思考力が問われる。じっくりと考えながら挑戦しよう。
は何だ。これ以上どんな意地悪な仕掛けしてくる気だよ。困った時はアンドゥーすると良いかもしれません。よし、ふっ、よし、ゲット。黙ってめ、許さねえ。ドリエ。よし、ゲット。ふっ、よし、ゲット。おお、と。は、ら、と。おお、よし、ゲット。もしかしてお困りですか？今ならアンドゥーで巻き戻せますよ。よし、ゲット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 。ところで死なないか。他の羊の3倍くらいかな。羊、いっぱい殺しちゃったよ。どうせ何言ってもやめないんだろ。だったら俺が。こっちも気分が乗ってきたよ。楽しみだな、狩るのが。こっちにもいないのか。これは罰なのか。今日も来ちまったか。その声。ああ、俺を知ってるのか。
頭痛えな。死ぬなんてことマジで考えたことなかったな。やあやあ、元気かい友よ。ああ、なんか吹っ切れた顔してるな。君のおかげというやつだよ。後で彼にも話をしてこようと思う。今さら何の用だって言われてしまうかな。でももう分かったんだろ。やってみなきゃ分からないって。あんたならできるよ。応援してる。怖いけど勇気を出してみるよ。君を応援してくれているしね。取り戻してやる。よう。きつまくって逃げてきたけど、おい、そろそろやべえな。弱気になるの早すぎだろ。俺さ、絶対にお前のことよく知ってるわ。今の励ましとかすげえデジャブってるし、昔から。昔？まあいいや、今は先のこと考えないとな。笑、 笑える。足震えてんだ。羊が減ったら、一緒に技を話し合った若い感じのも帽子の中年もいなくなった。次は僕だろうね。おい、簡単に諦めるなよ。登れないなら教えてやるって。疲れたんだ、ここにも現実の人生にもね。僕は養子なんだ。育てた結果を求められるのさ。他人のための人生だった。生かされている意味を示そうと僕は努力し続けたよ。それでも愛した女一人手に入らない。金も権力も邪魔なだけさ。僕は真の自由なんかいらない。ただ普通の自由が欲しかった。おい、簡単に諦めるなよ。君、あ、思い出した。子供の頃もそんなことを君に言われた。わかった、僕も行こう。あの頃のように君の後を必死で追おう。さあ、君は行けよ。くそ、なぜ急にいなくなった。どこへ行ったんだ。おい、あんただろ。よかった、今日も無事だったんだな。くそ、見てろ、取り戻してやる。必ず取り戻してやる。聞いてねえな。今のうちにあんたにお礼を言わせてくれよ。え？お礼？あんたのひたすら登り続ける姿にいつも勇気づけられたんだ。あんたを見て覚えた技もたくさんある。感謝してるよ。ありがとう。お礼ならお互い最後まで登り切ったら言ってくれよ。そうだね、また上で会おう。また上で会おうな、約束だ。ああ、よかった。あなたは無事ですね。だいぶ仲間が減りましたね。技の話をしましょう。あなたに隠したい気になってきました。Thank you.
協力し合って生き残ろうぜ。私がさっきひらめいた技をお話ししましょう。裏スパイダーについて説明をしよう。これはぶら下がり移動で石の裏側を伝っていく技だ。一見すると足場が作れない場所も裏側から回っていけることがあるぞ。あなたの登り方を見てるとね、私なんかよりあなたが上に行くべきだと。いやいや、あんたも頑張れよ。ほら、一個技を思いついたから。まだまだいけるって。落とし研ぎについて説明をしよう。これは頭上の石が落ちてしまう前に押した石に飛び乗るかなり高度な技だ。崩れ落ちてくる石に潰される前に素早く飛び乗ることが大事だぞ。なんと思いがけない方法です。やはりあなたが伝説の男なのでしょうか。技をお話ししますよ。いや、いいよ。そよう。あんた、身近な人間を亡くしたことはあるか。まあ、ちょうどこの間、友達が。そうか。なあ、手紙読んだんだ。昔の女からさ、一緒に音楽やってたやつもいたって話したよな。そいつ、死んだんだってよ。彼はもう一度あなたと歌うのを楽しみにしてた、なんて書かれても、俺にはもう何も。死ぬってこういうことなんだな。そうだな。あの金ピカが歌ってた曲、俺知ってんだ。相棒と組んで初めて作った、ネットにしか音源ねえくらいのマイナーな曲。歌ってさ、すごいよな。誰かの心に残せるんだな。文句は言ったけど、料理は嫌いじゃねえんだ。うまいって笑ってもらえると嬉しい。でも俺は歌で笑顔にさせる方がもっと好きだ。もう逃げねえ。逃げ場所に料理を使うのもやめる。もっと前に気づけてればあいつとまた歌えたのかもしれないのにな。人間の記憶なんてすぐに薄れちまう。けどさ、もしかしたら歌なら。ママ！
信じられない。この回廊までたどり着くなんて。いいから早く済ませろ。ああそうだね。じゃあ今夜も行くよ。第11問です。無償の愛を信じますか？選んだのはそっちか。なるほどね。おい、ここは7階層目のはずだよな。ってことはここを越えりゃゴールはすぐそこってことなんだな。その通り。この回廊はカテドラルに通じている第8階層。カテドラルこそ自由の道へ続く決着の場所さ。よし、もうすぐなんだな。ならまずここを一気に逃げ切ってやる。じゃあ次へ案内しよう。キャサリン。真の思考力を問う難問エリアが続く。足場が組めない穴だらけの絶壁には天井を崩して足場を作ってみよう。くそ、慎重に行かねえと。Area 2. Are you ready? よし、ゲット。取っとくか。よし、手押し、ゲット。もしかしてお困りですか？今ならアンドゥーで巻き戻せますよ。使っちまえ。よし、よし、ゲット。
ゲット。よし、ゲット。よし、なった。絶対逃げ切ってやる。よし、ゲット。よし、ゲット。よし、よし。ついた。せーの。よし。その調子でいけるといいね。殺しすぎちゃったかな。てめえ、んなことするなら俺が突き飛ばすぞ。いいよ、殺し合いっ子も面白そうだ。くそ。ほら、早く上に行こうよ。血が見たいんだよ、血が。